その頃、皇帝アグストゥスから、占領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最終の住民登録である。人々は皆登録するために、おのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、彼らへの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナス家のマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて。Anna. はじめての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主メシアである。あなた方は、布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血の巫女を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると、突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。人高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。Did you know that your baby boy will come to storm?